はい、こんにちは、立岡です。売主さん、不動産売却する売主さんが実際不動産会社に売却の依頼を出して、売却後売主さんにできることの中でどんなものがあるかっていう、よく質問されるんですけれども、基本的に売主さんがもう不動産会社にこの物件売ってくださいねって依頼をして、販売をお願いしてしまった後、できることってそんなにないんですね。で、そんなにないとは言っても、できることが、多少あって、その中でやっぱり一番重要なのが、お部屋の中を明るく見せるっていうことですね。なので、もしお客さんの、中を見たいっていうお客さんが来たらですね、もう必ず来る前に、お部屋の電気、廊下とかすべてですね、電球全部つけてください。で、やっぱり部屋に入った時にパッと見の印象で全て決めてしまうことってやっぱりあるので、でそこで第一印象で暗い部屋だなって思われてしまうと、もうその印象を後から拭い去ることってできないので、もう実際もうその物件が日当たりが悪い物件なのかもしれないんですけども、でもそんなことは包み隠さず、全て電球は全部つけて、カーテンは全部開けて、できるだけ、明るくするようにしてください。それとあともう一点としては、モデルルームのようにきれいにしてくださいとは言えないんですけれども、清潔感のあるような感じにしておいていただければいいかなと。清潔感って一番どこで感じるかって言ったら、やっぱり水回りなんですよね。キッチンとかお風呂とかですね。そういったところが、食べた食器がそのままに置いてあったりですとか、洗面所がこうカビだらけになってたりなんかすると、やっぱり見る人としては、あまり見てて気持ちいいものではないんですよね。で、そういったところ、ちょっと手をかければすぐどうにかできちゃう問題ですので、そういったところは、ぜひ、売り主さんとしてはやっていただければと。それが結果的にいい方向につながる。いい結果につながることはあれ、悪いことになることは絶対ないので、そういった整理整頓、水回りをきれいにしておいていただくだけで、随分見る人にとっての印象って違ってくると思います。あと、テーブルなんかにこう雑然と新聞だったりとか雑誌なんかが置いてあったりすることもあるんですけども、やっぱりそれも、机の上に置いとく、テーブルの上に置いとくとか、それは悪いとは言わないんですけども、一つのところにまとめて置いておくとか、そのようなところですね。そういう細かいところをやっぱり、これから買おうとされる人にはどうしても、見てしまいますので、そういうような感じで、売り主さんとしては、お部屋の中をきれいに明るく清潔に保つようにしていただければ、いい結果が出るんではないでしょうか。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。